こんにちは、ブルミの方です。リオです。4月ってことでお花見、そうね。どこに行くんですか？岡崎公園の方に向かっていきたいと思います。行ってきます。行ってきます。はい、今高速乗ってます。岡崎はね、最近全然行ってないね。昔っていうか大学生時代かカフェとか行ってたよね。そっちのどこだったっけ、すっごい美味しかったパンケーキ屋さん、電車で行った。あれも岡崎だよ。うん、めっちゃ美味しかった。今日は公園で、屋台で頼みたいのね。なんかお祭りもやってるからお祭りっぽいもの食べたよね。はい、今着いたんですけど、どこの駐車場も混んでて、ね、入れません。でももうちょっとしたら入れそうだけど、うん、ね、ここ俺ここがベストな気がするね。ね、待っとか、ここで。あ、おばあちゃん払いに行くんじゃない、やった。え、違う、あ、来た、来た、よし。こういう時は粘り強い。粘り強い。よし、入れそうです。ちょうどいい気温じゃない。下まで行こうか、うん、なんか食べようかな。すごい絵になるんだね、これ。ね、いいよ。俺は YouTuber としてもうなんか緊張ももう何もなくなりました。まずはね、屋台のところに行きたいと思います。とりあえずなんか食べるか。ハットプレーンの700円。やばいやばい。今ちょっとやっと焼きそばとリンゴ飴を好きやね。でもいちご飴の売ってるところが行列だからリンゴ飴にした。麺が太いね。麺が太いね。え、いいよ、桜。やっと花見食べようか。な、食べましょう。いただきます。うん、もう4月か、早いね。この間までベトナムにおったの。でも早いよね、時間経つ。もう4月、5月やろ。もうちょっと半年、あっという間半年経っちゃう。気温もちょうどいいわね。お昼に来たら多分ちょっと若干暑いと思う。ちょうどいい風もないから。リンゴ飴も食べちゃいます。ごちそうさまでした。うん、やめぞ、流されるぞ。めっちゃおいしい。リンゴ一番好きだもん。でもさ、これ飴多分皮にしかついてないね。そうや、リンゴ飴ってそうだね。そうか。はい、すっかりあたりはね、ライトアップされてます。暗くなったね、うん、でもまだ
行けるぐらい、あの行ける寒さだよね。気温あったかいってこと。あったかい。でもこの辺ってさ、結構来るとか家族連れでみんなあのマット引いてね、なんかご飯食べて、あのお昼からお酒飲んでる人もいたよね、お花見だから。そうそう、いやいいね、春っぽいことできたからいいでしょ。確かに春っぽいことできました。夏は浴衣。夏は浴衣だね。浴衣着て、あれ、花火。ちょっと暑いけど頑張ります。いやでもよかった。なんかいつもさ、なんて言うんだろう、ちょっと散り始めた頃にさ行ってたから。うん、そうそうそう、今年はちょうどピークの時に行けて、ね、じゃあ次はあれだね、県外行きたいかな。県外、うん、京都。京都行きたい。京都いいね。京都の場所は分からんけど、なんか川沿いに、なんかこれ、ね、これ花びらでしょ。花びらが散って川に、水面に浮かぶ、うん、浮かぶってことじゃない。そうそう、花桜の絨毯。絨毯、こういう勉強になりました。絨毯。絨毯、まあ、僕らは あんまりお酒を普段飲まないので、どちらかというとやっぱコーヒーとかのカフェの方がコーヒーか飲むことが多いので。しかも最近もアイスカフェラテではなくて、ちゃんとちゃんとなんか大人の、そうだね、アイスコーヒーを飲んで飲み始めた。俺もちょっとずつでブラック飲むようにしてる。低糖もだけど、本当に無糖のブラックとかも、もう最近ちょっと飲めるようになりましたとか言ってちょっとお子ちゃま卒業みたいな。でも最近この間仕事の休憩ってさ、ローソンでご飯食べたの。冷麺とアイスコーヒー。アイスコーヒーじゃない、今冷麺と飲み物飲みたくて、もうコーヒー飲みたいんだけど、なんかローソンのカフェラテ、アイスカフェラテで本格的のエスプレッソを使ってて、頼んでみたらめっちゃ美味しい。もう今までコンビニの中で一番トップかも。でも結構でもセブンが人気じゃん。俺もセブンが美味しいなって。ローソンも美味しいな。あ、すごい、船もライトアップされてる。あの船ってでかい。橋のライトアップも綺麗だね。はい、もう1個買いました。2個目。美味しいですか。好きすぎて。夜桜もいいな。うん、サイゼリアにでもいいよね、うん、ピザ食べたい。長いこと行ってないからね俺も。そう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 。で、まあ名前書いたんですけど、まあ、町でも入った方がいいと思う。入ろうか。そうそう、はい、ではじゃあね。ピザ食べたい。俺ポップコーンシュリンプ食べた。あ、それいいじゃん。カバやばい。
はい、はい、帰ってきました。帰ってきました。去年あれ去年って何してたっけ。岩倉。あ、岩倉か。うん、岩倉行ったけど、なんかそんななんか中止だった、あのお祭り。あ、祭り、うん、去年だった気がする。屋台はなかったから。うん、確かに。ちょっとまあ、あのあそこだよね、五条川だっけ、うん、五条川だっけ、五条川のあの桜をちょっと見ただけだもんね。そうだね。で、その3年前が福岡だもんね。うん、何でおかしいの。じゃあなんか桜ってさ、でもそんなめちゃめちゃそんな見ないからさ、毎年結構花粉がひどいんで僕は。でも今日は楽しかったわ。うん、リンゴは見えた、美味しかったし、夜のサイゼリア、夜のサイゼリアもめっちゃうまかった、うん、いつぶりだろうねサイゼリア、全然行ってない。1年ぶりかもしれない。結構久しぶりだった。1年以上もう感動した。美味しかったね、久しぶりに。辛味チキン。それでは今日も同じ時間になりましたので、お風呂入って寝たいと思います。大丈夫そう言っちゃうね私絶対言うのもうなんか下りがもう大体ね決まってきたね。じゃあ違うに言うわ。はい、それでは、もうこの時間になったので、あのお風呂入って、明日りょうは仕事なんですけど、ちょっと最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。次の動画でバイバイ。バイバイ、おやすみなさい。さっきさ、なんか歯黄色くない？